はい、河南町の議会の選挙でございます。火曜日から始まってですね、日曜日なんです。泉南の市会議員でですね、まあ、添田様がまた寝投票活動を4年間続けるということをお決めになられる、その時にですね、こっちがもう決まるということになってるんですけども、なんとこれ11が定数なんですけども、 10定数です。10定数で11人しか出てませんので、まあ落ちる人は多分新人であろうということになってます。仕事をしない人がまあ現職でね、まあ、落ちるんじゃないかなというようなことにはなかなかなりようがないわけです。新人で行くんやったらこの人ですよ、この人女性で新人ですよね。こう2人新人で、この方はもう新人です。あ、そうか、この人でも党ですからね。この3人の女性が新人で、ね、党の人ですから女性5人、党の人は落ちないということになっておりますね。でこれはまあ、共産党を語っておるというね、岸和田の共産党を、まあ、自民党というふうに名乗れということをずっと言うてましたけども、まあ、同じですね、戦わない共産党は共産党と名乗ってはなりませんよということを言うてますけども、まあ、考え方としてほんまに戦ってるのかというのをね、力ちゃんちゃんとやってくれよということを前からも言うておりましたけども、力武さんでございます。これ新しい方ですね。女性が非常に多いですね。これで、まあ、誰かが落ちるとしても女性が、多い議会になるんですよね。男性一人落ちれば 50-50 の議会になります。男が一人でぜひとも落ちていただきたいということになってるわけですけども、こう緑がいてない、すみません、残念ながらね残念ながら、まあ、犯罪者養成生徒がいないということになっております。で代わりにですね、ここまだこれ2人並んでおりますけども、裏がね3000万円までは脱税 OK 政党というようなね、でこっち側はですね、ぜひとも、池田太作と天皇とですね、文鮮明お父様、誰がこの3人の中で一番偉いのかということをですね、はっきりさせなければならないというような、このコウモリ党の方が1人おられますね。ちなみにですね、2連のポスター、こっち桜田淳子とちゃうわ三原淳子と二連のポスター選挙が始まっても正弘は貼ってましたよね。ほんでこっちの人もそうですね、誰かと撮ってたやつをこれ貼ってましたよね。まあ何でもいいんだけども、その与党の政治家としてですね、やはりこれはきちんと、選挙公職選挙法はですね、違法で行かなければならないというようなね、そういった教えを忠実に体現をされております。これここも同じようなね、あの正弘とこの控室行った時にですね、中で日の丸飾ってるんです。血の丸というふうにも言うてる、ここもこれよう見てください。これ文鮮明お父様が見えるんじゃないですか。こっちもそうですよね、文鮮明お父様、これ見えませんか。これクローズアップしたらよう見えるんじゃないかというふうになっておりますけども、まあ、とりあえずですね、こっち側が、まあ、脱税3000万まで、OK 政党という愉快なチームの金儲けのチームの皆様ということになってます。でこの方は新人ですよね。これ、ペンネームとかではなくてですね、本名ということでアメリカ人の夫やからこの名前になってるんですけども、この方もですね、出るんや出えへんやわからんというのをギリギリまでやってたわけですよ。でそういうギリギリまでやって、当日の朝でもですね、選挙カーを見た時にまだ真っ白で何も貼ってないですね。そこにまあポスターを貼ったりとかあったんでしょうけども、ここの黒幕こっちですわ、これね、これ大門のおばはんですよ。これ近畿市民派議員ネットでですね、大門のおばはんがですね、お前自民党やないかいと、隠れやないかいということを私がちゃんと、明らかにしてあげたらですね、もうそこから二度と彼女は来なくなりました。で河南町議会も見に行ったことありますけど、傍聴でもですね、終わったらすぐにおい大門って言ったらシャッと逃げていきましたね。まあ基本的に追っかかって今回って言うて、私にかかってくるような議員はもう大阪府内でどこでもいないということになってます。まあ何やったら府議会のとこへ行って80人おるうちの50人が緑の犯罪者ですか。あの犯罪者の皆さんは50人まとめて私にかかってこれるんですか。そうであるならばいつでも言うていただいたら、まあ、長堀でもどこでも行きますから呼んでください、友達も呼んでくださいね。 何秒あるんですか緑は。大阪で一番コロナでお殺しになった吉村坊っていう知事は何歩取ったんでしたっけ、3秒くらいでしたっけ、何百万秒も取ってますよね。ほなもうその緑に入れたような人間は全員ここへ集まってですね、でまあ俺の前で懺悔をするというふうになって、犯罪者であることをですね、犯罪者をまた
要請をしてきたこと、自分の犯罪性についてですね、まあ、反省をする機会に、私は神父ではありませんけども、使っていただければというふうに考えています。ほんで、これ、まあ、ニコイチのような形になってます。ちなみにですね、ここ8人、10人おるんやけども、8対2の様相なんで、これまた、ここもこう同じように並んでますけども、この2人がですね、2人と、あと、その他大勢と。いうことになってます。その他大勢はみんなで一緒舞台になってですね、数の力で何でも押し切ったろというふうに思ってるんですけどもですね、ここの2人、こうリベラルの会というこの2人がですね、2人しかおらへんのになぜかこの力が強くてですね、もういろんなことのサービスが通ってしまうと、住民サービスこれが限界というようなことを言うたらね、通ってしまうというようなことになっております。こっちの方も新人ですよね、こっちは河合ちゃんは2期目かな、2期目ですね、3期目、2期目ですよ。前の時も多分ね、公選法違反やったんですよ。河合舐めとったらあかんぞと家のとこまで、まあ、行きましたけどもですね、河合ちゃんさっきすれ違いましたけども、まあ、河合ちゃんは出てこなかったということで、まあ、傍聴に行ってもですね、もちろん相続者と全員逃げるんですよ、はい、もう現職でございます。でこの人は新しい人ですね、親が共産の支援者かなんかやったんですか。でこの人は地元の人でもありますしですね、でこれ共産の票なんかもぎられたらですね、ここの2人困るんじゃないかなというふうに思うんですけども、この人はどういうことになるのかというのか分かんないですね。と仮に通った後ですよ、まあ、基本的に新人が落ちるというふうに考えたらですね、こっちかこっちか、こっちか、でもこっちは党だから落ちないですね。こっちは地元の人なんでなかなか落ちにくいということで、近所の人にも挨拶しなかったこの人が、まあ、落選候補ナンバーワンということになっております。多分ねこの人がもう代わりにあげたろうかぐらいのね、それであるならば、まあ、こっちが通ってたんでしょうけども、合同で演説会なんかをしてましたけども、この人もおかしいのがですね、こう見てもらったら選挙カー使いませんというかね、そもそも、何期やってるんでしたっけ、何期もやってるんだけども、名前の連呼しか言うことがないでしょって言うんですよ。これまあ見てもうたら分かるんだけども、何やったっていうのは何一つ書いてないです。これまあよくあるパターンですよね。これ何期もやってるんですよ。この人のええことだけ一つ言っておきます。この人が良かったのはですね、議会の広報です。議会の広報を河南町はですね、町議会の候補なんかどこもかしこもまあ良かったりするんですけども、市とか府県の方が悪かったりするんです。そんな中で議会の候補を良くした、これ前も言いましたけども、文学少女としてですね、元ですよ、元文学少女として議会の候補を充実させた、これはもう大門の、まあ、功績ですよね。こういうことは書かないんですよね。で文学少女であるということは、これ文章を書くのは非常に上手であるというふうに思うんですけども、それでもこういう何書いとるかさっぱりわからんでというようなことで、これね、この本前選挙カーを使った名前の連呼はせずに静かで候補者に話しかけやすい選挙で、これは、自問自答なのか、それとも他のもんに言うてんのか、名前だけしか言うてない人ばっかり、まあ、ここはちゃいますよ、さすが共産党ことはちゃうけどね、だけども基本的には名前しか言わないというような方々に対してですね、これはもうここで皮肉をわざわざこう選挙候補を使ってやってるのかという話でございますね。ちなみにですね、先ほど、竹本直和元パソコン使われへんのに IT 担当大臣、これ竹本さん直接言いましたからね、パソコン使えんのかと、使われへんって言うからね、使われへんのに IT 担当大臣ってお前どないなっとんやということを、まあ、竹本直和元衆議院にも話をしましたけども、そこの家がですね、前通ったら街灯がついてるわけですよね。多分家住んでないと思うんだけども、ある街灯を消しに行ったらよということは、同じ河南町にあるんですからね。ほんで、まあ、ほんまにそこへ行くのはですね、ブログにも書き、ブログじゃない、フェイスブックにもあげましたけども、竹本直和事務所の秘書であるということを語ってですよ、阪神や京都の競馬場に連れと行ってですね、まあ、議員が行くようなVIPルームのところで、ふんぞり返って、まあ、馬券を買っておった、丹保明という岸和田の歯科医院、もちろん、3000万円まで裏金 OK とですよ。で、田んぼちゃんがですね、こそが、これ、河南町へ来てですね、で、まあ、電気を消して回ると、竹本さんと、竹本師匠ですよね、秘書であったということを語っておるわけですから、で、それをやって当たり前なんですけども、それ、ばれました、何遍も私言ってますけども、
その中央競馬のとこへ行ってですよ、あの衆議院とかであれば全然別の席が用意されてる、 VIP のとこがね、 VIP ルームですよ、 VIP ルームに入ってね、ふんぞり返って馬券買うてたらそれがバレたんです。でバレて竹本さんの怒りを買ってですね、で、まあ竹本事務所クビになると。それでも選挙の時には竹本事務所って多分から書いてたと思いますよ。で竹本さんその後に言うた時には、あんた荒木町に来て田んぼをよろしくお願いしますって言うたわなと。ほんでそれがそういう人間であったということはバレた時点でですね、これ私の不徳のいたすところでございますということは、荒木町のまさに岸和田の皆様にですね、ちゃんと説明しなさいよということを言うたんだけども、それはまあやってないと。でもまあ田んぼに対してはえらい怒ってますよ、今でも多分怒ってるんじゃないか、まあ、そういうことでございまして、こんなこんなで、まあ、10人の仲間たちということになっております。はい、でこの中で、まあ、現職がほとんどですから、だからまあこんな楽な選挙はないというふうに言われておりますけども、新人の方にとってはですね、まあ、誰が通るのかというようなことで、まあ、激しいデッドヒートの争いを一人のところでですね、落ちるか落ちへんかというデッドヒートをしなければならないということになってますね。ぜひともまあ落ちるんであれば、ね、現職も含めてですね、まあ、男が落ちていただきたいということで、男が落ちれば女の人の数がですね半々になりますから、ね、それで、まあ、女性の率が、半分ですよ。どっかありましたよ、宝塚やったかな、なんかいくつかありますよね。だからそれぐらいね、女性の議員の数がですね増えるような、岸和田でもですね女性の議員の数を増やしたいなと思ってるんですけども、まあ、いかんせんなかなか女性の候補が出てこないというのとですね、女性が岸和田へ来てもですね、こう私の代わりやってくれるんやったらいいんですよ、泥すくやるんかってことです。泥すくやらへんでしょって言うんですよ。女性の議員も、まあ、いてはりますよ、いてはるけども、さすがにね、みんな言うのは高平さん、あなたのようなことはできませんということをやはり皆さん言わはるんでね、だから私が掃除した後はですね、泥すくいした後は女性の議員にですね、その綺麗な状態を保っていただきたいなというふうに私も考えてるわけですけども、まあ、女性の候補者が増えるのは、また議会の中で女性が増えるのはいいなということで、ぜひとも、まあ、落ちるのはおっさんが落ちると、特にですね、裏金3000万円まで OK 政党の皆さんが落ちるということになればですね、非常に楽しい結果になるんですけど、まあ、仕事せんやつが、まあ、落ちてもいいんですけど、これ若いからね、こいつもね、もうほぼ最年少でしょ。どっちが最年少なんですか、佐々木喜恵さんと河合秀信さん、どっちが最年少か分かる、年同じでしょ、どっちが誕生日が早いか遅いかだけの話なんですけども、まあ、どちらでもええねんけども、街の人で河合ちゃんの声聞いたことあんの、ほんま聞きたいけど、議会では喋ってますよ、そやけども街でですね河合ちゃんの声を誰か聞いたことがあるんかというようなね、そういうような話もございますけども、まあ女性ができるだけ残っていただきたいなというふうに考えております。